皆さんこんにちは、村人の霊夢です。皆さんこんにちは、村長のマリサだぜ。やっほー、村民の用務だよ。今日もこの我らこそがグリーブラースだった世界で名を上げるために頑張っていこう。村長、反乱農民さんが。あったー、一足遅かったようだぜ。うむ、あいつはすでに死んでいるな。息があるようなら治療してやるのもやぶさかではなかったんだが。く、ようやく都市連合さんの首都、ヘクトにたどり着いたというのに、いきなり門前でフレンズさんのご遺体を目撃するなんて。まあ反乱農民くんたちは喧嘩っ早いからね。侍兵くんたちが飢えているからって、舐めて突っかかっちゃったのかもしれないぜ。あばむ。仕方ない、切り替えていこう。バーンさん。近代の帝国、その首都陥落への先陣は我らが勝手でよ。飢えているんだろ、哀れだな。このセットにいるがお前たちに救いを与えてあげるよ。グラッカー。不死、うちのスケさんたちには飢餓とか関係ないからね。そういや、都市連合の侍兵にはスケルトンっていないよな。ですな、ロンゲンさんの補佐をハイブプリンスのヤムズーさんが務めていたことからも、都市連合さんが人間以外の異種族についてウェルカムだったのは間違いないと思うんですがね。第二帝国よろしく。都市連合がスケルトンを徴用していたら、都市攻略の難易度は今よりも跳ね上がっただろうがな。もう侍兵君たちも、だいぶ元気がないね。待って、悪いのは天狗だ。俺たちも被害者ぐはぁ。ねえ村長、村長。なんだいなんだい。ここ都市連合の首都であるヘクトのすぐ南には、食用可能な美味しいミートがたくさん取れるビーチシング。あのチャーミングな首長竜くんたちが大量に生息しているエリア、ガットがあるぜ。侍兵くんたちの戦闘力なら、ビーチシングをまとまった数買って、当座の上をしのぐことだってできると思うんだけど。確かに、侍兵さんたちの戦闘スキルと何以上の装備があれば、何も奴隷さんに頼らずとも、ご自分で食用くらいどうとでもなりそうですが。我らは誉れある帝国侍、肉目当てで動物を狩るだと、そんな俗にまみれた行為、侍のやることではないわ。ご飯をあげでん水でん、時間が来れば勝手にテーブルの上に置かれている。それが我らの常識だ。お前たちのような庶民と一緒にしてもらっては困るのだ。お腹が鳴ってるぜ。く、まあ、生き方を変えるのは難しいわな。ふふん、ちょっとお待ちくださいよ。重くそ逃げられてるけど。わしの愛の鉄拳による選別に生き残りし侍兵さんには、わし特製カロリーメイト 1kg を一思いに喉に隙間なく詰め込んであげます。むぐ、生きが。あれ、村長、これって。やれやれだぜ。ストートの町に続き、ここでも貴族が行方不明かい。またですか。不死、いわゆる一つのゴーン現象だね。高飛び的な意味でな。これはあれですな、わしのこの抑えていてもほとばしってしまう成功期、通称エンジェリックオーラに恐れをなして貴族さん、何もかもを捨てて身一つでもってとんずらこいてしまった。すなわちそういうことなんでしょうな。ただの立ちの悪いバグでしょ。実は前回にヨウムが切り捨てたトレーダーズギルドの長であるロンゲンも何度か消えていたもんで、村長、いろいろ試してみたんだがよ、どうもこの都市が描画、つまり我らの視界に浮き出てくるタイミングに、ロンゲンや貴族が行方不明になるかどうかの判定、すなわちシュタインズゲートの選択が行われているようなんだよな。ロンゲンさんは変具の街が浮き出てくる前まであれをあれしてあれした結果、普通にいるべき場所に戻ってきてくれたんだけどね。ストートとここ、ヘッドにいたはずの貴族くんは、マジ千と千尋の神隠しですな。おそらくは一旦あれをして行方不明になった状態であれをしちまうと、国外逃亡&行方不明状態が継続、固定化されちまうんだろうぜ。貴族くんがいる町に寄った時には、用がなくても面だけ確認しにノーブルハウスに行ってみて、もしも貴族さんがとんずらこいているようであれば、あれしてみるのがいいかもですな。ああ、腹が減った。両底の、底の和系の。なんでしょう、天狗様、小腹が空いて眠れん。こういう時は寝酒に限る、ブラッドラムと、それにジャーキーを持ってこい。もうどちらもありませんよ、天狗様、なければ奪ってでも持ってこいというのだ。我らは侍です、そんな野党じみたことは、眠れないのならわしが眠らせてあげます。糸が切れたマリオネットか、皇帝天狗、こいつはおそらくただの傀儡だろう。それじゃあ、ヨウム村民、あとは頼みましたぞ。あいよ。どこから湧いてたのだ。都市連合の実質的な実権は貴族、それにトレーダーズギルドが握っていたんだろうが、ひとたび長を名乗った以上は被害者面は許されぬのよ。なんだこいつらは。おや、側近のエリート侍さん、神を見るのは初めてで。神、だと。クラブって言った方が伝わりやすいかね。クラブ？そうか、お前たちは南東帰りか。アッシュランド近くにある市場より、このわし自ら目利きして買い付けしクラブさんたちです。アッシュランド。なるほど、道理で強いわけだ。帝国は、滅びるのか。ああ、今日で都市連合は終わりだ。そうか。やっとか。どうする、君も命乞いをしてみるかい。はいや、いい。ほう。急ぐさい。都市連合では貧困は大罪。この世の不利益は全て当人の能力不足。それが帝国の掟だ。そして、私はそんな帝国に仕えてきた侍なのだ。そうですか。俺、マジで行くぜ。ラスト侍くん。
ああ、どうなることかと思ったが、ようやく帰り着いてくれたか、伝説の勇者よ。あ、はいはい。うん、私が来たぜ。君のような英雄こそ、我が帝国が待ち望んでいた存在なのだ。勇者よ、産むよ、王の頼みを聞いてくれまいか。うん、言うだけ言うてみー。私がもしもこのクラブたちを倒せたなら、他の者たちはどうでもいいが、私の、この皇帝天狗の身の安全だけは保証してもらいたい。だってさ、村長。ふむ。その白銀の刀身、それは刀の名刀か。いかにも、帝国の国宝にして、我が愛刀だ。うむ。いいだろう。ギズモさんはもちろん、わしが目利きせしかにさんたちを打ち破れたらのお話ですがね。ふん。見くびるなよ。確かに私はアン君、ルオーを演じてきたが、それはあくまでも貴族どもの目を交わし、己の立場を守るため、本当の私は論言よりも計算高く、格その部分は侍エリートにも匹敵するのだ。さて、これで終わったな。ですな、これで都市連合さん、すなわち第三帝国さんは終焉を迎えました。これ、皇帝さんよ。死んだふりしても無駄だぜ。そうかい、これ、覚えてるかい？こちらはわしら外伝に天狗さんにお渡しされた謎袋でござります。ふふん、この時この瞬間のために捨てずに取っておいたんだよな。お返しするぜ。あふん。どこに入れてやがる？おや天狗さん、まだ元気そうですな。あ、いや。不死、以前に討ち取ったフィッシュマン、ガーブラーの王やホグマンプリンスみたく、首ちょんとしようかい？ま、いいさ。幸いまだ檻にも余裕があるしな。貴族同様、こいつらの処遇についてはハムートに任せるとしよう。あいあい。不死。東大村長、座り心地は？うむ、硬いな。村長イボジになりそうである。村長、わしの角度からはおパンティが丸見えでござります。みんな見ちゃダメ、目がつぶれるぜ。つぶれたぜ。ふふん、天狗のやつめ、興奮してやがるぜ。はい、それではこのわしが天狗さんより刀の名刀を回収した後に、ヘプトの町に取り残されていた奴隷の方たちを解放してから、わしらは UIS 農村へと凱旋することにしました。人狩りが連れてた子たちだね。我らがヘプトを立つ前にちょうど出くわすとは運のいい奴らだ。手前の女性二人、なんだかこの世界に来たばかりの頃のわしと村長を思い出すいでたちですな。二人とも入村をご希望みたいだぜ。ああ、来るがいい来るがいい来るがいいさ。まだまだ、当農村には食料やお仕事、それに住居もたくさんありますからな。ん？なんだ、喧嘩か？ダスターコートにジーンズ。それに、人狩りの集団に囲まれても平気で立ち回れるあの強さ。反奴隷主義者の方たちですな。わしらが奴隷施設に書き込みかけている時期に、砂漠で反奴隷主義者の方たちが暴れているという噂をお聞きしましたが。し、本当に南東のスプリングから、都市連合領のあるここ、北東砂漠にまで足を伸ばしていたんだね。おめでとうマリサ。ジンフィストでさえ、論言にはなかなか近づけなかったんだ。お、反奴隷主義者の方たちが、わしらの方を見て称賛を送ってくれていますぞ。ふん、別にお前たちに褒められたくてやったわけじゃないぜ。ていうか、論言を倒したのは私だぜ。お前の成し遂げた偉業に対して。ねえ、お祝いを言うのが筋だな。長生きしろよ、さっさと言う。褒める相手が違うっつってんだぜ。やれやれ、ヨウム村民。そんな手柄を誇張するだなんて浅ましいですぞ。ちなみに、カカチの貴族さんを報復できたのはこのわしですけどな。霊夢には言われたくないね。ふ、また一つ生まれてしまったか。レジェンドオブサットニールだ。ふむ。そういや、論言と刀については以前にジェンフィストに討ち取ってくると約束していたっけな。結局は全てわしらで倒してしまいましたが、せっかくですし、論言さんと刀さんについてはジェンフィスト君たちに一度見せびらかしに行ってもいいかもね。うむ、農村に凱旋後、少し休息を取った後に、都市連合なき後の世界情勢でも拝みつつ、一度反奴隷主義者たちの本拠地である南東、スプリングの街にでも行ってみるか。ですな。村長、私はもう少し紙を増やしたいぜ。ダメ。これ以上となると、本当にもういろいろとあれが重くなりすぎますからな。せきがれぜ。まあ、何はともあれまずは休息だ。まだスワンプギャング、それに、もう一つの大国である宗教国家ホーリーネーションとも、いよいよケリをつけないとだからな。ホーリーネーションの聖職者さんたち、今日も元気いっぱいですな。君らの敵大国である都市連合を潰してきてあげたんだから、この二人はともかく、私についてはもっとチヤホヤしてくれてもいいんじゃないかね。我らもこれで都市連合と同じくいろいろな種族が共存している農村だからな。人間の男性以外を下に見ているホーリーネーションさんとは、根本的に相入れないのでしょうな。まあそもそも聖職者さんたちの縄張りに、こんな農村建てちゃった時点であれだったかね。ちなみに隣にあるのは酒蔵である。自家製のシュワシュワですな。畑仕事で疲れた体にアルコールが染み渡るぜ。泉、お前はあかん、未成年だろう。うらぁ。シュワシュワは二十歳になってから、飲まれることなく適度にたしなみましょうね。
お前たち、覚えていろよ。必ず後悔させてやる。お前たちだけじゃないぞ。お前たちの家族も、生まれ故郷も、この私が見つけ出して復讐してやる。そうかい。だったらまずは空を飛ぶこったな。ふざけるな。ふふん、まあ好きにわめくといいぜ。ここにしろあそこにしろ、私の選んだ村民はそこまでやわにはできてねえからな。ですな。また新たに加入していただいたお二人も含めて、当村は人、動物を合わせて総勢90名を超える大所帯となりました。まずはお仕事をゆっくりと覚えていって、ゆくゆくは武器の扱い方も少しずつマスターしていってもらいたいね。うむ、幸いスパーリングの相手にはことかかないだろうからな。愛と優しさ、それに末相と末相を兼ね備えた、アットホームなビレッジを目指していくとしよう。あいあいさ。それでは、節目となる100回目にして、ついに3桁の領域にまでたどり着けた我、村長の能力値を移しつつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。まったねー。